あれれ、もしかして何にも思いついてないの？案外大したことないのね。ねえ、何しよん、ど真ん中で。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、肛門前ってどこっすか？結構遠いんかな。ママだよ。じゃあちょっと学校前、あ、そっか、ここやけん校舎前に行けばいいわけね、とりあえずは。よし、行くか。これよね、校門って。なんかあんまりここが門のイメージがないんやけど。お、どうした？どうでしたか、空花先輩。これで行きたいって言ってた場所は全部回れたんじゃね。なぜそこっていうチョイスやったけどね、全部。うん。おかげで学園のことが少し分かった気がする。そのなんか正体がくまこちゃんじゃなかったとしたらやけど。案内してくれてありがとう。この天使のような微笑み、やっぱり押せる。マタロウはなんかすぐに惚れていきそうな感じが。七雲空花。お、何？あれ、さっき会ったやつじゃん。どうしたんだ？学園ポリスを束ねる者として、あなたの身柄を拘束します。これはもう正体バレとるってこと？なんだと。まさかバレちゃった？やい、ね、学園ポリバケツ、なんで空花先輩を連れていくんだ。いや、元の言葉より長くなっとるけど。学園ポリスね。あなたのせいで男子生徒の風紀が乱れ、このままでは暴動が起きかねません。いや、何それ、身柄拘束してどうするん？それ風紀委員会としても請求されるの？見過ごすわけにはいかないのですよ。いや、見過ごすとかみそぐさんとか言うんじゃなくてさ、ちょっとよくわからんやん。いくら彼女の人気がすげえからって横暴にも程があるっしょ。ダメ、ここで連れて行かれたら私の正体がバレちゃうよ。それは要はあれ、この学園には美人は一人もいないという。そのような暴挙、許すわけがなかろう。ことですか。邪魔をするというのなら、こちらも容赦はしません。いや、すげえ横暴やし。空花先輩は俺たちが守る。どっからでもかかってこい。なんか一般人、寄ってたがって女子をさらうとか、ポリスどころが悪党じゃねえ。結構レベル高いな。どういけんだよ。変身してやっていこう。全く美しくないね。ザレ事、風紀を乱す輩を放置するわけにはいきません。見たか、まだだ。我々の力を思い知りなさい。なんか新しいの増えた。宇宙人だ。新しいのっていうか、なんか思ってる宇宙人出てきたけど。ようやく本性を出してきたし。やはりこうなる。学園まとめて粉砕する。宇宙人使ってきだしたけど、なんかこんなに周りに生徒いっぱいおるのに。ドハッテン、ここ一文字切り。はっ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 、覚悟しな。悪くないもん。ダークブーメラン、赤き弱いってリスティン、ハイルバインド。まだおるの？あ、それか。お、ブラックアーミーもったいない。動き見切った。タイム見たか。決める。アーミースリングとブラックアーミーはなんか色違い的な感じよ。十文字粉砕残ドハッテン、ここ一文字切れたや。悪くないね。そして目立たないようなところでポーズを取る。どこ？タイラル。おう、やったね。じゃあそこのアイテム取らせて。この辺りは潮時ですか。変身用ゲームこの場は引いてあげましょう。空花先輩、怪我はありませんか？最後まで変身して戦いよって気がするけどね。うん、大丈夫。イエーイ、ありがとう、みんなの声援が。さあ、これで無事。もうなんかこの学園のアイドルって感じや。そこそこ実力をつけたみたいね。お。歩いてきたかと思ったら違うんか。けど、旧大典には程遠いってとこかしら。まだまだってこと？どういう意味だ？さあ、それで私をやっつける方法は見つかったの？次の敵はやっぱりここよね。ここを倒してからの無掃除機みたいな装置は通用しないわよ。なこと、
わかってるっしょ。なんか調べ出したけどスマホで。あれれ、もしかして何にも思いついてないの？案外大したことないのね。ねえ、何しよう、ど真ん中で。なるほどね。七雲さん。何何？あなたがどういう人なのか、ようやくわかったわ。何？ググったの？個人情報？風紀委員長、くるほしなゆさん。何？どういう人なの？はあ？あなたの正体、それは機械で作られた存在、アンドロイドよ。え？宇宙人じゃなくて？まさかの？やけん吸い取られんかったってこと？え？じゃあ、ドリューツっとるとかそういうことじゃないってこと？こんな可愛い女の子を捕まえて、元からそれはないんじゃない？元からアンドロイド、元から敵ってこと？あなたの体から乗っ取られとるとかじゃないよね。アンドロイド特有の微弱な電波を検出したの。その体が操縦されるものである限り、受信する電波は隠すことはできない。すげえ、マジか。へえ、機械やったんやね、この子。もしかしてバレないと思ってた？案外大したことないんですね。めっちゃ煽るやん。ち、うざ。まあいいわ、今日のところは退散するとしましょう。アンドロイドはアンドロイドなんや。否定せんかった。あ、逃げた。でも分かったってことは、これから何か、まるでこの対策取れるようになるのでは。七雲空か、まさか。お、感づき出した？てかまだ気づいてなかったの？あのね、私もエイリアンを倒したい。なぜだ？今はまだ言えない。でもお願い、私を生徒会に、そしてあなたたちの仲間に入れて。お、一緒に戦うの？まさかの変身できる？わかった。あれか、マタロウ的な感じで。ニューヒロインの参入、きたー。あー、ここでふぶきちゃんの好意一点がもうなくなってしまったのね。あんだけ切れるんだって。仲間としても心強いっしょ。よっしゃ、これからよろしくな、空華先輩。自分で変身するやつ作るとかそういう感じかな。ありがとう、絶対役に立ってみせるから。なんとかクマ子だってこと気づかれずにみんなに交流できた。ほら、やっぱりクマ子ちゃん。さらっと七雲空華が仲間になった。で、どうすんだ会長。みんな勢ぞろいで。敵の行動もより大胆になってきている。ここらで、ね、エイリアンどもへの対策を強化する必要があるだろう。周りに生徒たちいっぱいおるのに宇宙人出してきだしたけんね。そういえば宇宙人が出てきた後でも記憶は消されなくなったね。例えば最初の 1,2 回は消されおったんやったっけ。てめえの存在を隠すより目的の方を優先してくるようになったってことだな。しかし肝心の目的がわからない以上、こちらはいつも後手に回ってしまうね。あの、なんか学園が爆破されよるというか、なんかね、最初の方にそういう描写があったやん。あれが目的ってこと？そこでだ。七雲さんには生徒会が集めた奴らの情報を分析して、薄見沢先生も気になるし、エイリアンに関する新たな手がかりにつなげてほしい。空華先輩の生徒会としての初仕事ってことですね。うんうん、頼めるか。転校してきて早々生徒会に入れるとか、そんな緩い感じ。もちろん必ず何か掴んでみせ。会長が許可したら入れるんかな。でも空華先輩、風紀委員会にマークされてますよね。あのホリスとかいうやつだっけ。あ、単独行動。なるほど、ね、まずくね。私今までさ、あのホリスシルベ、あのずっとならさ、ホリスシルベやと思ってたけど、イントネーションホリスなんやね。あれや、何とかかっとんかなって思ったんやけど、ポリスとかかっとるってことなんやね。今初めて気づいたよ。七雲さんに限らず、なるべく固まって行動した方が良さそうだ。イントネーション大事やね。うんうん、みんなありがとう。じゃあ僕からも一個朗報っていうか、なになに、ノーズがそろそろこっちに合流できそうなんだよね。お、これはノーズも仲間になるってこと？まああれよね、最初の方しか出てきないもんね、登場してから。学園マフィアのボスが加わってくれるなんて、協力。これ以上ない戦力アップだね。え、あっこも。ただ聞いた感じだと面倒なことが起こってるっぽくて。でもあれか、元々千秋が今使えるやつで変身しよったんやっけ、あの時。それを片付けたら合流するって言ってたしょ。まあ、普通の人ではないかもしれんけど。なら、その問題も私たちで解決しちゃいません。そこも変身できるようにちゃんとしてくれるんかな。だな。
その方が手っ取り早いだろう。仲間が増えるのは嬉しいことだ。じゃあ私は三股木君用の2本目のバイパーコネクタを作っておくね。これそういうことよね。変身するやつってことやろ。可能なのか。今さらっと言ったけど、自分が今クマ子じゃないということを分かっているんだろうか。うん、さっき千秋君に見せてもらったけど大丈夫だと思う。まさか空花先輩って。でこれでさ、本当にクマ子ちゃんと別人やったとしたらさ、今までのクマ子ちゃんの立場なさすぎじゃない？バレたかな。急になんかね、美人でクマ子ちゃんがやりよったことも全部できるキャラクターが現れるって。ものすごく頭がいいんですか？なんなのバカなの？気づけよ。まあそういうことかな。美少女の上に頭もいいなんて、空花先輩超絶押せる。これは吹雪ちゃん的にはどうなんすか？あまり気分がよろしくはないのでは。ではエイリアンのデータの分析、それと学園マフィアの問題の解決、この2つを最優先事項とし、その後ワイケンの本格的な再建に取り掛かる。ここからいよいよ我々の反撃の始まりだ。ん？それは私らがやるってこと？え、そういうこと？面白くなってきたぜ。見てろよ宇宙人。その2つとワイケンの再建。エイリアン対策の強化をしよう。やっぱ私らでやるっていうことか。扉の向こう側から声をかけてきてるんじゃないよ。待って、出たい。で何？どこに行けばいいの？あ、とりあえず、え？空花先輩が学園ジョブを機械オタクにしちゃった。どこかよくわからないので、何か問題なの？一旦外に出よう。だって機械オタクの美少女は私のアイデンティティなのよ。これはまさに。はい。おーし、んで、クエストマークっぽいものはどこにも出ていないんだけども、こっちで見た方が早い？クエスト。あ、これか？わからんけど。これってことか？セッカのオーバードライブ。クークが生徒会に加わって初めての仕事、あ、話しよったやつやね。これやね。詳しい話を聞きに生徒会に行ってみよう。依頼人の元に行ってクエストを引き受けよう。こうし、うんちくぼうやって。うんちくまはうんちくま。出てこんの。はい。じゃあ目的地ナビを。じゃあ生徒会に行かんといかんのか、とりあえず。飛んで行きましょうかね。ママだよ。間違った。学園長邸宅やった。はい、生徒会へ。行くですねー。何？誰に声をかければいいの？上？あ、あの部屋に行けばいいということか。はい、ここ。みんな遅い。へい、来たぜ。はい。来ましたか。事情は会長からの連絡で把握しています。エイリアンの足取りをつかむため、我々が集めた情報を分析するとか。早速ですが、お願いできますか？生徒会がこれまでに集めた情報を分析して、エイリアンの尻尾をつかむことになった。有力な手がかりは手に入るのだろうか。ふんふん。エイリアンの尻尾、調査開始。わかりました。ただ、情報量はそこそこあるものの、精査が不十分な状態でした。そこで正義のハッカー研究会に頼んで、データをまとめてもらっています。今頃作業も完了している頃でしょう。正義のハッカー研究会に行けば、データを受け取れるはずです。有力な手がかりが得られるよう、我々も祈っています。ちょこちょこ出てくるね、正義のハッカー研究会。クエスト、セッカのオーバードライブ発生、調査を開始しよう。あれやろ、ラムちゃんがおるところやろ。生徒会の初仕事、頑張らなくちゃ。焦りは失敗を招く。とりあえず、肩の力を抜いて臨んでほしい。正義のハッカー研究会に行けばいいんか。うん、それもそうだね。何回やった？グルポン初期形態を見習えばいいんじゃないか。私は、会話に参加したことを後悔している。まあ一応、ママだよ。あれっすね。校舎内に。あ、なんかここに出とる。これは何階？あ、でもなんか同じ階じゃないこれ。わからんけど。行くですね。国内？ね、校舎一緒やけんね。本校舎に飛ぼう。んーで、これは階段の、階段か？上？下かな？
おっす。おーす。あ、廊下渡っていくんや。なるほど。向こう側ってことね。こっちの、下？下か？あれ違うんかな？上？もうマークわかりづらいんですけど。あ、うん、ここやね。んで、逆方向、マップ見ながら逆方向に走っていくやつ。やるじゃん。現実でもそんな感じやけんね。やばすぎる。で、ここをまっすぐ行きよったら、たどり着けるはず。正義のハッカー研究会。おっす、おっす。どうもどうも。おっす。すごいね。こんな、全校のみんなが挨拶してくれるとかなくない？てか全校に知り合いおらんしね。有名人や有名人。あ、あった。ここか。正義のハッカー研究会。派手派手な部屋。虎柄でね。やっぱあのラムちゃんを意識しとんかな。やっほー、データの分析終わってるよ。ちょいむずだったけど、バッチリ傾向別に数値化しといたから。宇宙人の特性とかいうのは専門外だから、あとは YK に持ってって調べてくれる？じゃあ、機密データだから、今から七雲さんのスマホにデータ移すね。機密データをスマホに移される。怖いな、なんか。オッケー。よし、データ移行完了っと。なんかこんなギャルみたいな見た目でさ、めちゃくちゃ機械に強いって、すごいいいギャップよね。YK には七雲さんのスマホ見せればわかるようにしといたから。そんじゃあ、頼んだよ。あんたたちの正義、期待してるからね。了解です。正義のために頑張ろうじゃないか。とりあえず、飛んで行きたい。ここは何階？いやいや。4階。ここで渡っていくんか。オッケー、オッケー。んーで、もう一個。なんか今日挨拶してくる子多くない？いや、いいんやけどね、別に。超声かけてくるやん。あれか。クーカちゃんを連れているからということかい。よし、飛んでいこう。この前授業でやったサッカーでチンペイくんすごかったよね。ハットトリックで一気に逆転しちゃうんだもん。いきまーす。そんなことない。はい、たどり着いた。Y 剣でデータを分析しよう。来たよ、来たよ。持ってきたよ、データ。うん。ああ、データ分析の件ですね。サンボさんから事前に話は聞いています。では、七雲さんに代わってもらえますか？あ、もう何？動かせるキャラに入っとるってこと？はっ、もう一人分空いとるよ。あれ、ノーズってことか。なるほど。おいし。お、クーカちゃん結構レベルも高い。ねえ。ってことはやっぱ強いんかな。正義のハッカー研究会から機密データを扱ってきたんですね。では早速、宇宙人の反応を調べてみましょう。え？これは、ねえ。何かわかったの？これまで宇宙人が活動した場所では、いずれも大きな反応が残っています。ですが、一箇所だけ、わずかな反応を示しているものの、そこには宇宙人の目撃例がありません。それは確かに怪しいかも。場所は？はい。学園の北西部に位置する雪原です。よし。もしかしたら宇宙人が潜んでるのかも。ラント君も一緒にいた方が良さそうね。それは反応があるのに現れてないっていうことは、これから現れる可能性がある場所ってことか。では、準備が整ったら声をかけてください。ヒロノに話しかけて、実験調査に行こう。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことでどうしよっかな。せっかくね、入ったし、クーカちゃん動かしていこっか。頑張っていこう。